皆さんこんばんこばは2020年の6月の18日になっておりますね。えっ、ーと,えー、とね、連日もうこの時間というのはおそらくー YouTube ライブを行っていたのは今週、今週だったと思うんですけども、まあ今日は、えー、木曜日なんですけど、ちょっと一日一晩入れてということで、えっ、ー、と、さやしりほちゃん系の動画のコメント返しを ライブではなく従来の形式録画でというまあ録画も何もね YouTube チャンネルのまあ動画なんですけどそれでお届けしようということそしてまあ常にちょっと実験というか何て言うんですかね新しい挑戦ですねというのをあの入れていこうと思ってて。 まあ鞘シ・リホちゃんトピックというふうにしていて、まあ、話題が発展していてそれは説明書きとかコメントで常に言ってるつもりなんですけれども、まあ、それによって届かない「鞘ヤシ・リホちゃんを期待してたのに」というおっしゃっている方がいらっしゃる一定数ですので僕なりにその都度その都度に鞘ヤシ・リホちゃんの話題というのは織り込んでいくまあ最近 YouTube ライブで15分ごとに話題を切り替えているみたいなことがあるんですがコメントを3つぐらいお呼びしてその後にまに関連しているような形で りほちゃんの話題というのを入れていきまあこのトピック付き合ってる方々につどつど理解が深まるような感じそれを目指していきたいと思っております是非国尾チャンネルの方もう再三ではございますけどもまだチャンネル登録を頂い,いていない方は是非何とか国尾に免じてチャンネル登録してお付き合いいただければと思っておりますじゃあお読みして進行していく形になりますいってしまいましょうえー、っとまずね これ人種差別と厄介メイトアイドルノットイコールチカードル、えー、氷川きよし高木さゆき論ホロライブリホリホ12歳の衝撃というような僕が、えーとまあ、いわゆるサムネを上げて書いているう書いているっていつも言っちゃうねはお話ししている動画そこのコメント欄に書いてくれた方々からお読みしてまいりますえー、とではいきますねお朝比奈さんいつもありがとうございます えー、アプガニキはハローに食らいつけるスキルがあったんですね。さらにカジちゃん、森永ちゃんは元アイドリングの河村堺からバラエティスキルも吸収してくれてると思いますし楽しみです。無論仮とプロレスも。<laughs> なるほどね。まあこれ、ほうちゃんの話よく、ね、出てますけど、ほうちゃんもさやしリほ好きだし、まあ、彼女たちは。 アイドルもそうですけど比較的バラエティめなところとかのスキルも持っている子たちもいる踊りも歌ももう日々日々スキルアップしてますし、うん、アップガン2期よくここでお話しされてる方々出てきてますけど嬉しいっすね、まあ、僕も大好きですなかなかトピックとして、えー、上げていないのが最近続いてますがまた改めて、うん、もう自粛動向ってならなくなれば山田さんも速攻動くでしょうし なんかいい形で繋げていけたらなと思っております。まあ、アイドリングね。このお話もというところで、2010年代のアイドルね。大賀紗ひなさん詳しいというか造形が深い感じですよね。まあ、引き続き何かエンターテイメントショーのところでま賞、あ、という賞 <laughs> というんですかね。あのね、アイドル界のところで、えー、今に繋がるところでたくさんあると思うので、まあその辺探求していく感じにしましょう。うん、家事は？ もうめちゃくちゃいいっすよ。<laughs> そんなこと言いながらです。ありがとうございます。じゃあ続いてまいりましょう。えっ、ー、と、レンジャーさん、いつもありがとうございます。えっ、ー、と、ゲームの実況動画からブレイクする代表的なパターンだと、おオサミンティス3世とハルチャっていいんですか、これですかね。えっ、ー、と、歌うまな女の子がボイチャで乱入してきたから、一緒に歌ってみた結果あー、動画とか見ると感動的ですね。 ルチャーは J-POP をカバーする YouTuber と組んでさまざまな動画を出してますが再生回数が1000万を超えるものがゴロゴロとありますこの成功に開発されていろいろネットの世界に現れてきている感じですかね中にはちょっとびっくりするようなものもありますねうんふんふん,ふんなるほど僕これこの人の呼び方あーないし活動わかってないかもしれない あとね僕の動画で様々おっしゃっていただいてる方もちろんそれは僕の実力能力なんですけどえー、っとね漢字が読めないもうこれは実力能力なのかわからないけども特に固有名詞は読めなくてあと他のところの書いてくれてることも,もう自分で気づきましたねこんなに、えー、読めないんだっていうことで意味はなんとなく分かってるんです でもそんなことなんだなと思ったんでこれは申し訳ないでえっ、ー、とまあ、そこをすごく強く指摘してきてくれている方々もいらっしゃったんですけれども、えー、今僕がチャンネルをやっていく上で僕今後もそこ一番の力には入れないと思うんですねでどうしてかというとそこがやりたくてこういうことをやっているんじゃなくて自分の能力実力才能みたいなものというのは乏しいものはあるんですけれどもまあ。 それを言っていると僕の人生の中でのプライオリティ一番高いところはそこじゃないのかなと思っているところがあるんでちょっと皆さんの力を貸してくださいそれでも国をしょうがねえなと思ってついてきてくれないというかお付き合いいただけないというんだったらもうそれはそれで仕方ないことなんですけど一番ではないけど向き合い努力しますその言い方になりますすいません。 でやっぱりこれ検索しても出てこないですね。ハルチャでいいんですか僕、この読み方本当にわかんないです。申し訳ない。すいません。という形で、えー、っとこの文章のところからあ意味合いの間違いのように行きますね。で、これはやっぱ J-POP <laughs> をカバーする YouTuber と組んだあ形ということですよね。1000万再生っですごいですね。あでも、 分母が英語圏とか、世界規模になると。突然増えるの、僕もよく知ってます、うん。あ、こういうことなんでしょうね。うん、ただ。これね、僕のチャンネルで、やりたいこと、考えていることのテーマのところに、一つあるから、言うんですけど。あの。ブレイクしたから、すげえとかって、僕あんまり思ってないんですよ。で。感動を。するというところで、僕なんとなく、三段階やって。 その子の努力とか何て言うんですかね感受性というところだと思うんですけど感受性努力そこに対して、えー、まあまあ最後はスキルっていうのは使えるものもあって重要だと思うんですよ。感受性努力に対しててのスキルっていううこととなんだと思うんだ思ですよねでそれであるとなんかうーまあ僕が多分いろんなジャンルでそういうところに自分もトライしていたっていうのもあるんだと思うんですけど。 見ていてね応援したくなるのって、まあ、このど実は努力の部分2つ目の努力の部分が大きいと思うんですけどここののミックススバランスなんで,すよでこれが、まあ、ちょっと後でお答えするとこあるんですけどなんか一、うん、個ずつ抜けていくと最近気づいたんですけどねあのあのぼやっとしてたものが最近こうやってお話しできるようになったということなんですけど。 どれか1個抜けてたりどれか1個バランスの中でしっくりこないとなんというか過去にに聞いいてててきてたりおすすめすするとところの対象ななななってないかなと思うようよ気がしますで最近は特に僕ハロプロを言っているからなんですけど努力してきている子っていうのを特になんかお話にあげている傾向あるなっていうのを何せ自分の動画めちゃくちゃ自分でもう上げる前に一回確認してあげた後も確認するわけですからね 全部覚えておけよって言ってもそんで、それもね、全部覚えてられないんですよ <laughs> なので、そこで気づいてきたことです。なんか僕っていうのが、僕がどういう風なああ人でどういう風な発言の傾向があるんだな、なんていうのを学んでいますお恥ずかしい話ですけどねでまあまあちょっと話戻しますと、まあ、こういう子も入れられるんで、鞘師里穂ちゃんとかモーニングブセの旧期というところを入れていきましょうか僕、福ちゃんなんていうリーダーですよね。今のモーニングのリーダー。福ちゃんなんていうのは結構 こう後付けの能能力才能になった感じで努力生きてる感幾多と,、ね、とかはどうだったかっていうと幾多は比較的今と同じペースの中で本人が転がしてて光る面があったらそこ光り自分でも分かっててその瞬間を当てていくというところで歌とか踊りのスキルとかそういうので勝負してる子ではないと思います。 ただ昔から比べるとちょっとずつう挑戦しているところでなんか一瞬の艶の出方が冴えてきてるというようなまあ僕はそういうふうにとっていますね。でまあまあうーんじゃあ小夜市どうなのって話になりますけどうんまあズッキーとかね話もあるんですけどズッキーとか小夜市の場合はある程度能力があって 能力の中で努力してきているところがちょっとし素人目には一瞬分かんないはずなんですよ。なんでかと言ったら、あのみ皆さんとお話ししている中でも、鞘師の初期の才能のことを言うじゃないですか。で、僕そ初期の才能からあなんていうか圧倒的にダンスがすごかったとかっていうふうによ見られてるんだなってことが、これもね、あのそっちの比率がそんなに大きいんだなってことは意外だったですね。 なん,なんでそういうふうに思うかというと僕最初は最初でだんだん努力してきて形になってたように見えてたんですよ。で最初の1年半ぐらいですごい成長するんですけどでそういうのは意外と世の中的には入ってないんだなっていうようないうようなのが僕の印象だったですねで。これはは理由もよくわかるのは この1年ぐらいでズッキーズッキキじゃねえ最悪賞を知った人たちっていうのがあのモーニングだけではなくてベビーメタルってことですよねところから入ってきてくれた方々の、うん、見方というのもあるのかななんて思っててなんかバランス取る上では面白いなと思ってるとこですねでせ,せっかく言ったんで、えー、ズッキーなんてのが実は最初の時から才能あったっていうなら僕はそっちの方を見てるんですよ。彼女は音感も良かったし なんか声がが仕上がってた感じですね鞘師の場合は声もダンスも実は「モーニング娘。太陽」にするには本当に最初の頃は少し前にで出過ぎない出れないというかそういうところがあって1年半ぐらいでなんかアジャストしてそっからなんか事務所の方もでしょうし本人もでしょういろんなタイミングでなんかセンタードーンと出てきたようなそんな印象でした。 ねこの話からそういうことを思い出すということでございましてねレンジャーさんのお話、この分野、あの僕全然興味ないってわけじゃなくて、うん、さっき言った部分でまだうまくたどり着いてないところがあって、うん、探求します。ありがとうございます。 続いいてまいりまりりす。す。愛とと真実のチャンンネルさん。コメントありがとうございますホロライブにオフィシャルっぽいお茶目機能を使ってみたという動画がありすでに700万再生に到達しています彼らの勢いの指標になると考えています今年中に1000万再生に到達するものと思われます残念ながらホロライブのオリジナルソングは良くなかったです今はカバーソングばかりですが資金が豊富になれば人気のあるボカロ作曲家を取り込んで音楽が人気が出 出る可能性があると予想しています。国夫さんも多分何かに引っかかり、半年後に箱押し、状態、ハロプロ、パフューム、ベイメタの絶頂期を全て楽しんだ。私が言うから間違いないということです。これ、ちょっとハートマークつけてなかったんでつけます。すいません。で、いつもありがとうございますね。で僕これもね。あのね、実は悩みがあるんですけど、ちょっと皆さんあの聞いていただきたい。どっちがいいかとかも。コメントいただけたらもうありがたいですけど。 ですよで。でもこれライブ中も言ったんですけどで皆さんとの距離を空けたいわけではなくて自分の感受性と感覚というのを僕のチャンネルである以上お話ししていきながらそれでお付き合いいただきたいって発想なんですね。でもうしょうがねどうしようもねって言われたら仕方ないんですけどもしそういうところ具体的なところあったら教えていただければいいんですが。 一応これ結論から言っとくとたくさん聞いてもそんなに方向性は変えないです。だけど何を言われていたのか何が一番自分の中で、えー、と言ったところでまずかったのかっていうのは知っておきたいんですよね。その辺はお願いしたいななんていうのはこれずうずしいお願いですけど <laughs> まあそういう気持ち持ってるってことです。で、えー、とこれをお答えします。僕おっしゃっていただいてホロライブはもう少し聞いたんですよ。で同じ答えをして申し訳ないんですけど うん、この「ハロープロパフュームベビーメタ」の絶頂期、まあ、絶頂期をどことするかはハロープロの場合はもうたくさんあるんで言えないですねでパフュームもどこかといったら僕は初期の頃は、まあ、それこそファンの非常に代表的な方とかも含めてあと、まあ、僕が中田康孝君との交流あったりとかパフュームのメンバーとも交流あったっていうのがあるので僕はどうしても初期のことあの大スターになる前の方があの印象はあるんですけど。 まあそれでもとはいえ2010年ぐらいまで聞いてたんですよそれでどこかというふうに考えてでも言ってホロライブを比べると まあ、この「ハロプロパフュームベビーメタン」に比べられるところに行ってるように聞こえないので何を聞けばいいのかというところもう,もうちょっとわかりやすく言うと例えばど歌というところで言ったらどこのフレーズをどういうところがこれ今まで上げてもらった方以上に画期的なことであったり自分の心やっぱりさっき言った感動ですよね感受性にどう触れて感動したのかというところが分かったりするともう僕は理解深まるのかなというような気がしました。 で結構注意深くこの「愛と真実のチャンネル」さんねいつも書いてくれてるんであの今までの文章も含めて注意深く見て聞いてみてるんですけど再生数では僕はねあまり感動しないんですよねえ、ね、どうしたらいいですかね <laughs> そ,うそういう状況だということをまずお話ししたくてお伝えしました重ね重ねですよこれで反論したいとか何て言うのかな あのホロライブがダメって言ってるんじゃないです。この比較をしておっしゃってるから、その比較をした場合どうだったかという結果というのをお伝えしているという風に思っていただけると、少し心が落ち着きますね。ってな感じでした。えっ、ー、と、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。じゃあ、続けてお読みします。あ、同じく愛と真実のチャンネルさん。 えっと下のコメントで春ちゃんが人気との情報がありましたあその春ちゃんが最新でカバーしているのはあナユッタン星人3楽曲でした、えー、やはりナユタン性ホロライブ界隈が当たりやすい環境が整っていると思いますとりあえずエイリアンエイリアンなどを試されてはいかがでしょうか、えー、時の空さんがおすすめですまふまふさんは好き嫌いが分かれそうですがあらあらしくて良い僕はこの曲の異様な感じが好きですホロライブがすごい といいうよりはナユタン星人さんがすごいただし、ホロライブもたくさんナユウタン星人さんを使ったカバーを発表しています。僕はベビーメタルのダダダンスと比較してみましたが、明らかにエイリアンエイリアンの方が楽曲レベルは上とジャッジしました。パパヤよりも上だと思います。うん。これ僕もね、あの順番はあれですけど、聞かせていただきました。で、これコメントさっきとしづらくて。 比較の場合は根拠を持って言わないと僕ちょっと言わない方針しようかなと思って。なので愛と真実のチャンネルさんがどういうところとどういうところ、まあ、根拠というか具体例ですよねがどこと比べてみたいな感じこれかなり抽象的な表現をされてると思うので僕抽象かぶせをやろうかと思ったんだけど愛がない抽象かぶせはやばいじゃないですか。 なので、「愛と真実」のチャンネルさんが言わなければ私はあのナユタン星人さんとかハルチャーさんこれ間違ってたらすいませんねさんさんでそういうところの曲というのをしっかりまあクリエイターとしてのねなんか人となりというんですかというところを間違えて撮りたくないのでもし超面倒くせえなこいつと思わないでいただければまあ思ってもちょっとしょうがねえなと思ってくれたら。 こことここは顕著ですよみたいにしていただけるとこれ僕以外の人も分かりやすいのかなと思うんですよね。うん、でボカロとかこういう系のなんか例えばリンク貼ったらノーかイエスか、まあ、アウトがセーフかで言ったらセーフですからそれはもうあのいろいろ調べて確認しましたんで <laughs> まあ何て言いますハッピーな方でつなげられそうだったらお願いしますということでございます。 ね、ありがとうございます。これもちょっと見てないんだったんで、ハートつけておきます。てか手な感じで。これからもよろしくお願いします。さあさあさあ、じゃあ続いてまいりましょう。えっ、ー、と、パパ、花垂さん。ありがとうございます。パパ、花垂でございます。リプライ、ありがとうございました。えっ、ー、と、トピック分かれてます。じゃあ、一つずつお答えしていきます。 えっと、AI と音楽について、えー、テレビの AI 美空ひばりさんはやはり違和感ありましたねでもやがて、えー、実物と寸分違わないひばりさんが出てくるでしょうクイズ番組でよくあるどっちが本物かってやつです CM ではありませんがここに感動あそこに感動はあるんかってことですよ100年前にはーバーチャルと現実がミックスされた不思議な世界になっているかもしれませんね AI の理性を信じて、えー、人類の未来に幸あらんことを祈ってこの話題はひとまず収めましょう。うんん。ありがとうございます。こういうのね、僕ね、楽しいですよ。で、AI の人物像、収、まあ、めるというので、収め合いってなりますけど、<laughs> AI の人物像っていうところ、さっきのところからつながってるところで言うと、 いわゆる感動努力してて頑張ったのが感動するかどうかっていうところが一通り終わってる、まあ、世の中に実在しない例ですからね一通り終わっているところをその都度その都度時代のテクノロジーで偉人を再現していくということで見方は多分お互い間違えてないと思うんですよね。それがどんどんどん,どん、うん 当時体感した人と同じような感受性の部分も表現できるミソラヒバリ AI が出てくるということだと思うんですよ、うん、これは僕がこっちの方っていうのはこっちの方の技術でまた本物の感動とは違うところで楽しみにしているところがあってまあうん、サ,サイエンス方面ですよね <laughs> アーティスト方面というか,かそ,うそういうのを見ていくのが なんか僕としては発見もそっちはそっっっっちちはであてて面白いといとううふうに思ってますただ当然旧世代なんでそれと公私混同はしないですけど、うんまあ、テクノロジーってこんなに進んだんだよなってでもこうすると例えばレコーディング音楽のレコーディングではこうかとかあと最近あんまり言ってないですけど宇宙空間とかそういうところで音楽を鳴らしてた時はどうかみたいなまあ僕そういうの興味もあったりするんですけどそういうのはどう進んでいくのかなっていうようなところと。 ななんかいきなり頭の中でつながる時あるんですよ、ねまあ、空想も多そうかもしれないですけどねでも割とそういうことと最先端の研究されてる方々のところは今遠くなくしかも情報交換として SNS 様々あるからでしょうけど開示しながら皆さんやられてるんでなんか密接な関係にどんどんなっていくのかなって異業種がっていうふうにそんなふうに思ってますね。うんまあそんなあの なんていうのイメージを膨らませていただける展開にしていただいて感謝していますじゃあ続いて次のトピックですねえー、っと高木さゆきは氷、えー、川きよしとイコールですんのトピックで国尾さんの広くアイドルを見分せよという言葉により僕はあ高木さゆきちゃんを見つけましたファンになってしまいましたどうしてくれるんですか泣き笑い そこで新参者として僕も言わせてもらいますよ。えー、ジュース・ジュースのメンバーはいずれも才能のある子たちだと思います。佐伯ちゃんはその中でもとりわけ多彩な歌の才能を持っていると思います。僕は何も女氷川きよしになってくれと言ってるわけではないのですよ。指標として氷川きよしのような生き方ということです。氷川君は最近演歌から他のジャンルへと歌の幅を広げてますね。氷、え、川、ー、渦が大きくなり、ファンも中高年のコアな層に加えて若い人も増えてきています。 ちゃんも振り幅が広く各年齢層を幅広く取り込む力があるということですロッ,クやロックやロックンロールジャズボーカル民謡だってオーケーだと思いますよその中で僕はサイキちゃんには声質や声量からして演歌が一番向いているように思っています変に拳を聴かせた形でなくサイキ武士という独特のものを作り独特のもの のもの作り出してくれるような独特なものを作り出してくれるような気がしますで大丈夫ですかですかね、うん、えっと長山陽子さんや岡みどりさんのようにアイドルから演歌に転向して成功した人たちもいますしあるプロでも前田由紀さんがいますね。 モームス初代番長の中澤優子さんも演歌を歌っています。僕はさゆきちゃんには演歌を中心に他ジャンルの歌もこなすオールマイティな歌手になってほしいのです。国尾さんはさゆきちゃんのジュースジュースでの位置や来歴など話されていますがこれ履歴でいいのかな <laughs>、ね、すいませんちょっと。 でも新参者の僕にとってはあごめんどうでもいいことなんですよ今後佐伯ちゃんは自分自身を最大限表現できる場所に出るべきです契約の中身は分かりませんがジュースジュースでこのまま続けていくのがぜカヒカ。 彼女が決めることだとは思います。ただ彼女の才能をこのままにしておくのは非常に残念だということです。いつまでも月見袖ではだめですよ。大輪の花を咲かせましょう。そうであるならば、事前のウォーミングアップは必要でしょうが、ジュースジュースという殻を破って外に出すべきでしょう。その後、耐性していく可能性は高いと思っています。そこが氷川きよしイコールさ高木佐伯なんです。多少こじつけかなでもまずいな。すーちゃん以外でこんなに熱が入ってしまう子は出てくるとは。スー あの時も感じたけど佐伯ちんに出会えたことを幸せに思いますクリオさんありがとう長文乱文失礼しましたいえいえ僕も組み取って読みばいいんですけどねちょっといちいち一回折って止まっちゃう,う応用の起点の効かなさがあるってことですねねもうその辺は申し訳ないさあさあさあ <laughs> 仕,切り仕切り直す必要ないかちょっと気を気を取り直してなんか言葉間違えず。ね でえー、お答えしていくというか考え方のところでまず最初あの表現の仕方すいませんもう僕意地悪くやったつもりじゃないんですけどそうじゃねえなって最初思ったから <laughs> そうじゃねえ感んで返したわけですよ。ね、でこの詳細説明いただいてここまでいただいて納得しりゃいいんですけどまだそうじゃねえなと思ってる部分はあるんですが考え方イメージは全然伝わってます。まあ、なのでこれは取り方ですからね 同じである方がむしろ不自然かもしれないなと思ってます。なので理解できてますよ。あの面白い見方だと思ってます。で、この歌のジャンルの広さというところを表現していただいてると思うんですけど、ここだぜと取りあえずめちゃくちゃ同意なんですよ。でも彼女ってどのどういう歌が一番好きなのかなって、僕そこ見てんですね。小袋的なことがどうも どうも一番刺さってんですよ。そうするとなんつうか典型的なポップミュージック、J ポップミュージックみたいなところに近いんですよね。で他のこともそうようとしてはあるし、うんなんか不不思議で僕これ一つ結論というと変ですけど今の高木彩幸というところのバランスどんな感じに見てるかっていうことでお,お答えするとなんていうのかな。 真ん中にいることを選んでやってるのかわかんないんですけどいろんなジャンルも全部肥やしになっていて、えー、すごいスタンダードのど真ん中の j p o p 像の中にいるっていうように見えるんですでん、R、一,時一時期 R&B 歌手みたいにこねくり回した時があるって僕表現してるんですねこれ2017年から18年の中盤ぐらいまでそんな感じだったんですよ。 である種高木さゆきの中での自分の声と歌い方の中での最大マックスっていうのが決まったのかなと思っててそこからそぎ落とし作業に入ってるっていうのが2019年20年のイメージなんですね。うん、だ僕そういう見方ですよ。でなんでこの国を随分偉そうに言うなと思うかもしれないですけど。 もうだって10代前半から見てるからどう,どういう素養の子でどういう歌をどういう歌い方してて今今までですよ何挑戦してきたかぐらいはぐらいはさすがに <laughs> まあ分かりますよ俺親より見てると思いますよ最近の <laughs> ね。ねこれがすごいっていうんじゃなくて、まあ、そういう目線の見方で言うとこういうことを言い出すよってことをお伝えしたかったって話ですね。 そこかなでこのねあのまあまあ他の様々な例えありますけど氷川きよしさんというところの落とし込みというところは面白いなと思っているのとあとこの魅力に気づいていただいたってことが僕なんか感謝なんですねだってなかなかさ気づいたところでこう ご自身で探究していただいてコメントもねしっかり長いところであと伝わるようにいろんな引用していただいてお答えいただくところまで来ていただいてるってありがたいですよ。うん、ねここでちょょっと差し込みまし込まうかで鞘師里帆ちゃんの場合だったら歌手としてじゃあこういうふうにお話しできるところの分野ってどこにあるんだろうってことを僕らに入れてみたいと思います。で彼女も 実は今これちょうどいい例えなんですけど高木さゆきと同じような形でポップスと真ん中の声なんですよソウル R&B でもないですしまあダンスの方でやってるエレクトロ系とかアメリカの音楽のうなんていうか中で歌ってるっていうのは少なくとも2015年までには彼女からは見てなかったですねあのその素養というか適性ですねだけどダンスの部分とかでは、うん、なんか向こうの うんアメリカで頑張っていこうっていう人たちとしますかと混ざっても変に東洋人女性観エスニック感っていうの前出しじゃなくてなんか本当に向こうのスクールとかで頑張ってたりしてる子たちの匂いあるなと思って、まあ、そこいいなと思うんですよ。まあ、これはだからダンス面でですよでその中で歌っていくってていいくう風になると この45年ぐらいですかの中で彼女の j p o p スタンダードになってるような歌声というイメージからどこのプラス1があるかっていうとこプラス23になってる必要なくてあれここって急に切り込み入ったよねとかここって急に光の反射の濃度強くなったよねみたいなところそこがどっか1点1点あるぐらいでいいと思うんですね1点あればいいなっていうような感じ。 なんでかっていうと、J-POP でモーニング娘。とか鞘師が歌ってきたところ過去から見てみると、画期的な伸びっていうのがはまらないはずなんですよ。うんまはあ、まらないですよ。でそ、そんなに想像できないっていうのもあります。これは本人に失礼な言い方ではなくて、あの今歌える平均点ぐらいの声の中に1個活躍が入って、そこを歌いこなせるようになった方が鞘師としては得なはずです。 たくさんの歌唱スキルより彼女のダンススキルを生かしながらスタンダードな曲を歌っていくというようなことが近いような気がしてるんでそういうようなお話をここで入れてみたということでございますまあ最初の歌の分の探究っていうのはまたこのポップスのど真ん中というところじゃないことを表現した時に入れてみたいと思うのでまあ皆さん新展開かもしれないですけどお付き合いください <laughs> ねてな感じでパパ花たれさんありがとうございましたじゃ続いてまいります えとレンジャーさんですね。いつもありがとうございます。えっ、ー、と、最近はボカロ P が有望な女性へ歌手を得て、表の世界でヒットを飛ばすケースが見受けられますね。代表はあヨアソビですが、えー、不思議と外人さんの関心が高いですね。えー、その走りはというと、ベインメタだと思うのですが、悪魔のリンマイ曲でいいんですか。ちょっと僕、これよくない。ちょっと待って、調べよう。 こういうとこだね、うん、これを調べてもさふ、うん、りがな振ってるわけじゃないんだよね、うん、ダメな人だね僕もね、うん、どうしようかなこれで止めてるとで動画のテンポ悪いっすよね あと3秒で出てこなかったらやめましょうやめますか <laughs> ちょっと待ってでもちょっと尺だからもうここで学ぼうと思わないところ学ばないだろうからさ <laughs> リンマ舞曲かリン舞曲かだよねでも書いてないうんどうしようロンドンなのかな でも出てこないです,すいません。これ昔僕が当て字でこのリ「ロンド」と読んでいるようなのが何かあったような気がするんですけどちょっとたどりつかなそうです。ネット回線がこれつな言い訳しますよ。<laughs> これつながって両方やってるとちょっと遅いんですうち。うん、頑張りますすいません。うん、えっとで、えー、っと空手 FDTD などのプログレッシブメタルの曲の作曲を担当することが多いえー、っと ゆっぴゆっぴメタルがボカロ P ですねえー、っとすいません純音ルカルオンあってたら弱いっです弱弱で,すで検索するとボカロ P での曲が出てきますね愛と真実さんも指摘していましたが VTuber とボカロ P の組み合わせもそのうち出てきそうな気がします <laughs> えっと何度も謝る感じになるんですけど僕ねボカロ P 系知らないです で曲聴いてみたり、えー、と書いてくれたことだとしたりするんですけどこの夜遊びが聴いてなかったす,すいませんこれ見落としてましたうんなるほどちょっとあんまり適切な言葉が言えないですけどあのボカロ P 特に最近全然知らないですねで昔2013年ぐらいまでのところっていうのは 聞いててしまってたんですよなんでかというとそのボカロとかアニメソングとかのイベントの方に僕比較的熱量高かったんですよその頃ねだけどボカロの方がやっぱりさっきの感動基軸なんですかね感動しない感じになってきてて感動するものの方への情熱がうんさえさえってきてるって言ったら変ですけどそっちに 自分の気持ち行くんですよねそうすると人間がやってるものがあったら人間がやってるもの,のが良かったりして、まあ、振り返ってみると2013年で松浦屋が活動しなくなっちゃっててその後のっていう風な気持ちになったのかもしれないですねまあ、そこタイミングよくジュースジュースなんてのが出てきたところもあるしそれこそさ鞘師梨穂ちゃんなんていうのもあのモーニング店の活動の中では2013年14年なんていうのは、うん、もう堂々としたもんだったとは思いますよ まあいろいろね、なんか言う人もいたけど、うんバ,バラエティに飛んでたジャンルが、表現できるジャンルは、ダンスは特にですけど、広か,広かったですよね。うんまあ、声かわいいしね、声も雰囲気もかわいいしね。まあ、そういうふうに思ってました。なのでちょっとね、ここ、僕勉強します。<laughs> 逃げてないですよ。 そんな感じです、えー。ありがとうございます。引き続きお願いいたします。もう YouTube ライブも付き合っていただいてるのよく知ってるんで、感謝します。これ見たをつけてない人の、これ、変身系はね、ちょっとこれ、今みたいな理由で、えっ、ー、と、僕と話さなくて、しっかりこれ、会話が済んでると思うのですいません。あの、見ましたよってことです <laughs>。じゃあ、続いてまいります。えっ、ー、と、これはマリオさんね。はい、ありがとうございます。 えーとノーゲイン、ノーペイン、目視録はどのトピックにあっても過激な発言が多いので長らく観覧していません。えー、発言最初の発言により B メダの海外活動の影響を心配する人、これが一番多かった。あ1位としてますね、これね。2、差別反対への気持ちは理解するが、募金活動を促すリンクを添付しただけの行動に疑問を持つ人。 3発言するならリンクを貼るだけではなく自身の意見を主張しないと誤解を生む可能性を指摘する人4左翼扱いする人もいましたがあごく一部でした5目これらの意見にも適切な言葉を選べてない人もいますが内容は上記の通りです <laughs> 4の一部に、えー、失礼4の一部の意見に対して <laughs> これ分からないちょっと調べます ね、こういうのも全部さ編集しろって言うかもしれないけどそれやってたら僕 YouTube 撮る時間は多分なくなる憤慨 <laughs> でしたすいませんひどく腹を立てることけしからぬことに対して憤り嘆くことね、憤慨って言葉しゃべりが使うけどね弱い人ですね失礼しました 頑張りますえっ、ー、と一部の意見に対して憤慨しているなら同意見ですが前回のノーゲインノーペインさんのコメントのベビーメタルも人種差別を否定するものだと考えていたのですがベビーメタルのファンサイトでは最初のインスタストーリーに対して批判的な声が多数ですメタルを聞いているのは白人男性が多数ですがだからといって人種差別に抗議すること自体を批判するなんてメイトはそんなにうんここも調べます 勉強ですね。勉強、僕これ勉強ってあまり使わない。狭いこと言ったりしていること。え皆さんと語彙が、えー、同意になってなくて申しくない。えっ、ー、と、メイトはそんなに勉強だったのか、あるいは日本の芸能界の変な圧力を当然のものとして受け入れられているのか、いずれにしてもベビーメタルのメイトにはがっかりです。うーんなるほど。 から123意見も含めて憤りを感じているように思ったのでご意見させていただきました。私の解釈が間違っていたなら申し訳ございません。いえいえ、これ僕、見たをつけてないから初見です。ね、なるべく全部のコメントを見ているつもりだったんですけど、失礼しました。えーと、これは何のところから来ているのか。あーこれ、ノーゲイン、ノーペインさんの一番上のところからできているんだ。 僕どうしてねこういうことが起こるかというと一番下のところをクリッククリックというか一番下から見てるもんで返信にこのクラスの分析長文が出てるというふうに思わなかったですね失礼しました、うん、まあでも道理で何がつながらないと思ったわけか <laughs> じゃあこれ一番上にノーゲインノープランさんが書いてる文章をお読みしていきます えとレスポンスありがとうございます。言いたかったのは、メイトを受賞する人たちがベビーメタルのことを全く分かっていないということですが、コメントは広域的になったことは反省しています。サヤ氏は9700件も質問を受けて、インスタグラムが制限かけるほど回答しまくって、ひどい質問にも丁寧に回答しています。どんなコメントにも得ることがあると言っています。アンチから学びうる現実。もはや、うま。これ、菩薩様でいいのかな 調べますうんああ合ってた菩薩様だ初会ってたぐらいだ えすいませんでした、えー、ともはや菩薩様とても最初のまなはできませんが人種差別に反対する人を攻撃するコメントにすら何か得るものはないかという視点から考えてみるようにします、うんで。これで皆さん4件つないでたんですね。もうここまで読んだから読みますか。 えっと、マリオさんがこれを読んだ方が誤解しないよう文章の一部を指摘させていただきます。さやしがインスタで人種差別について触れたことがベイメタのまとめサイトで賛否あったのは事実です。しかし賛否ある意見に共通しているのは差別反対それを前提とした上でさまざまな意見がありました。私は賛否それぞれの意見に理解できる部分があったので異なる意見だからといって不快感はありませんでした。ん <laughs> それにノーゲインのプランさんがまとめサイトの意見が差別反対で共通していたとは言い難いでしょう。目視録やベビーメタライズでいいんですかね。ベビーメタライズのコメントではあよくって日本人がアメリカの政治に口出すな。ひどいのは鞘師が人種差別に反対しただけで左翼扱い。その人にとっては西京林も大阪もアップルもグーグルも左翼になるようです。うーん。 でマリオさんが書いててるってことですねちょっとこれはあれですね <laughs> この辺のサイト見てないからあの見てる人たちの話が発展していたということでしょうすいません今回のちょっとコメントの数々は僕が協力できないというか入っていくことができないものが半分ぐらいだった気がします、えー、と反省点として まず言葉、えー、読み方あそこに対しての、えー、と自分の知識度ですねが非常に足りないものがあって勉強してももたどり着かかなないいいいとところも今いくつかあるううような感じでございます、まあ、その辺は反省し、えー、できるところ少なくともここで書いていただいている方々の基本に流れているものというのは理解してお話しできるように頑張っていきたいと思いますのでご了承をお願いいたします。 でそしての中で僕ここ何にかかってるかといったらまあお読みした通りで人種差別とか厄介メイト系ですよね。で僕ねあモーニングとかハロプロすらいわゆるニチャン系狼オオカミ系っていうとんか全然興味わかんないんですよ。な,なんでかわかんないですけど悪口ベースっていうことはなんとなく雰囲気で分かってるんです。でも昔わざわざざ丁寧に これ僕のことだったりするんですけどそういうのを送ってきてくれた人いたんですけどあの気気ににする気にしなないいんだと僕メンタルこれぐらいなんで気にすするんですよねであんまりいい気にならないいい気持ちにならないっていことで自分がもともと追ってるところを何かってシンプルに戻した場合まあ先ほどの今日のこの動画のテーマと言ってもいいでしょう僕はあの努力している人があの好きなんですよ。 で感動をする場面というところもちろんそれ才能とか素養様々あると思うんですけど感動するところにたどり着くところそのポイントですよねこれってどこを感動するかってみんなな違うじゃないですか,なんかそれをコレクションして集めてうわこういうとこいいって思ってんだそれ俺気づかなかったなってまだまだ見方あんなとかそういうことを思いたい感じなんですよね。なんでねあのー これ僕は特殊ですかねあ,の <laughs> あんまりゴシップものもそうですし昔からあんまり興味ないですよねでもそっちの方が主流で話題になりやすいっていう構造あるじゃないですかなんかこれがまあまあ最近改めて、うん、ベビーメタル側は特に書き込み多いななんて思ってますよで調べてみるとやっぱりそういうところも発展されてるしっていう感じですね でこれはもう事実だからいい悪いっていうんじゃなくてそういう趣味持ってらっしゃる方々の趣味も否定しようとは思わないですけどどれが楽しみなので何がエンターテインメントのところにつながっていくのかで過去にどういう効果があってそれが自分たちの喜びにどう届いてるのかっていうのを聞いてみたいですね。なんてことを思いました。 で僕ここせっかくなんで人種差別感というところこれも多分僕が言ったら誰かから言われるんでしょうけどそういう差別っていうのは小林里帆ちゃんもされてたしモニューションに吸気だっててされてたんですよよく体型でっていうことを言って僕のことを、ね、切り込んでくる方もいらっしゃってもうそれは僕の言い方が不快にさせたなら仕方ないんですけどあえて言葉を、まあ、この言葉を選んで言いますけど言うとすれば。 本人の個性特徴っていうところはまず本人が認めてあげないと、うん、武器にならならいですよね、うん、少なくとも,も歌とかダンスで表現していこうと思ったら自分の声と体で体質体格ここ認めていかなければだってそれがま,まさに自分と機材じゃないですかで機材のいいとこ出してあげるのがメンタルだしブレインじゃないですか なんかそういうところで僕らファンっていうのはそこに潤滑油油油さしていってあげる作業なのかなって思うところありますねまあほに嫌いならしょうがないけどで好きで感動してたりするところがあったらあんまり僕マイナスなこと言って良くなるケースって知らないんですよねなのでちょっとさっきのところですけど教えていただきたいっていう感じですね、うん、でまあ冴志郎ちゃんの例えをしたからあれですけど 彼女はニューヨークで生活しそして勉強していたってことでこの人種差別の話とかっていうのはこれ直径でつながってるんですけど、まあ、最近もね世間的にもトピックになったからっていうことですけど分かっていると思います。でそんんなななに黄色人種の女性ってて差別されてないはずなんですよ。だけれども一緒にレッスンしている子たちにいわゆるこれも差別ではないですよ、黒人の子たちっていたじゃないですか見てて。 でそうしたらそこの子たちがどういうふうな雰囲気なのかとかニューヨークでそんなことやったらやってる方がダサいですけどねあの差別側ねする側ねだけどどういう雰囲気なのかどういうふうなことを日常の中で気にしていたこういうことが言われちゃう感じなのかとかっていうのを気づきはあったはずなんですよ。でそこがスタンダードになっている環境でものを学んでいくと僕は表現の中の本当の奥行きが広がるんじゃないかなと思ってて。うん なのでここうういうところもう、まあ、僕はこれ興味はないけど興味あってそこで何か得てる人がいて今言ったような環境としてそこを捉えていて広がりになっているような形があるんであれば教えていただきたいというような <laughs> まあそんな感じが僕だったりしますね。<laughs> っていう感じで今日の回答返信動画を終わりにしたいと思っております。まあ、今日は、ね、申し訳なかかっったでですすねちょっとあまだ何本か撮るんですけど 自分自身のなんか向き合っているところがどこなのかななんていうのをちょっと考えながらやってるっていうのもありましてまあ引き続き国のチャンネル <laughs> まあいつも言ってるんですけど Google に評価される立場なので登録していただけたりまあリアクションいただけたりってするので常に、えー、と YouTuber としてどういう価値なのかって見られてる立場であります。あんまりあなんですか 気を使わなくても大丈夫ですけれども、えー、とそこの評価であったりチャンネル登録だったりというところをしてくれることによって僕はなんとなく現状というのを理解していきますので、えー、お付き合いいただければと思っております引き続きよろしくお願いしますでは、えー、と週末に向かう最後の平日の夜、えー、皆さん、えー、思い思いに自分に向き合えるそして人とも向き合えるような一日を過ごしてくださいすみません余計なこと言ってではまた